はぁ、疲れた。もうこんな時間になっちゃったよチキショー。やっぱりカラオケは2時間ぐらいがちょうどいいな。8時間もいるもんじゃないよ。さあ、帰るとするか。なんだろうこの、お人形。それにしても、なんでゴミ捨て場に、あんな小綺麗な、お人形が、あったんだろう。少し不気味。誰だろう。はい。もしもし、私メリーさん。今、駅前にいるの。なんだ？誰かのいたずらかな？とにかく、帰ろう。家はもう、目の前だ。なんか後ろから笑い声が聞こえる。気のせいだよね。はは、疲れてるのかな。はい。もしもし、私メリーさん。今、家の下にいるの。下？冗談だよな。それにしても、変ないたずらだな。変な汗かいたし、風呂に入るか。うわ。ちょっと、いたずらはやめてもらえませんか？もしもし、私メリーさん。今、家の前にいるの。うわ。なんだよ、こいつ。家の前って、嘘だろ？やめてくれ。もしもし、私メリーさん。今、あなたの後ろにいるの。はじめまして。化粧水と申します。普段はピアノ動画を YouTube に投稿しているのですが、今回はマインクラフトホラー短編映画を作ってみました。この作品は、都市伝説のメリーさんをオリジナルの形にアレンジしてみました。どうでした？怖かった？視聴者の皆さんに怖かった、驚いた、絶叫した、鼻血出た、などをコメントしてくれると喜びます。あ、言い忘れてましたが、実は僕、ホラーが苦手なんです。うふふ。数年前にも、ホラーものの短編映画を、他の動画投稿サイトにアップしていました。なぜだか真夏になると怖いもの見たさでホラー動画を見たり、作りたくなってしまうんですよね。てへー。これからも週に数回、ホラー作品などなど作っていきます。こちらのチャンネル登録ボタンを押して登録してくれると喜びます。では、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。もしもし、私メリーさん。今。はばばば、後ろ。